皆さんこんにちは。マコプロダイレクトの案内役を務めます赤メガネ原田です。本日は10月11日に開催される株式会社マコプロと合同会社ティーズカンパニー共同主催、地元秋葉原が再開発なので思い出作りにライブしますの出演者紹介をいたします。それではヘッドラインをご覧ください。2年ぶりに再始動、新ボーカルにモネを迎えた新生スーパーライジングがオープニングアクトで登場。約3年ぶりとなる新曲ブリーディングを初披露。続いてのアーティストはこちらです。ジェニス・グレイス。80年代をルーツとするジャパメタサウンド、エッジの効いた硬質なサウンドとハイトーンボーカルの絶妙なマッチングをご堪能ください。続いてはこちら、高まり研究所。飲んで歌って大騒ぎ。秋葉原で2店舗、新橋で1店舗を構える老舗アニソンカラオケバーが参戦。イベントを盛り上げてくれます。続いてのアーティストはこちらです。始まり相川夏、言わずと知れた秋葉の歌姫。ここでは詳しくは言えませんが、とある称号をお持ちの女性シンガーです。15周年を迎え、ますます磨きのかかる歌声にご注目ください。続いてはこれ、ザ・マンセイ。外神田1丁目出身、来年結成20周年を迎えるご当地秋葉メタルバンド。地元民だからこそ書けるご当地ソングをお楽しみください。